ジヒドロテストステロンは、軟陰性のアンドロゲンであり、性ホルモン及びステロイドホルモンとして機能する。男性ホルモンの標的細胞内における、活性型ホルモンである。前立腺、性能、清掃状態、皮膚、毛包、肝臓、脳などの特定の組織において 5α レダクターゼによって、テストステロンから DHT に変換される。DHT は、 アンドロゲン受容体のアゴニストとして、テストステロンと比べて、より強力に作用する。DHT は、頭髪現象や、皮脂増加、外生器の発達や前立腺の肥大と関連がある。血中 DHT の測定は、清掃内分泌機能などの異常が、5α レダクターゼ欠損によるものかを調べるために、測定されている。また、前立腺がんにおける内分泌療法に対する、 臨床効果を予知する目的でも測定されている。DHT は、肺発生時の男性生殖器の成分化、思春期の陰形と陰脳の成熟、顔面、肉体、陰毛の成長、前立腺と性能の発達と維持に、生物学的に重要である。DHT は、特定の組織において、5α 還元酵素という酵素によって、作用の弱いテストステロンから生成され、 生殖器、前立腺、性能、皮膚、毛包において主要なアンドロゲンとなる。DHT は主に産生された組織においてイントラクリン及びパラクリン方式でシグナルを発し、循環内分泌ホルモンとしての役割はあったとしてもわずかである。DHT の循環レベルは総濃度及び有利濃度で、それぞれテストステロンの一重及び一二重であるが、 前立腺の様 25α 還元酵素が多く、発現している組織では、局所的な DHT レベルは、テストステロンの10倍に達することもある。また、DHT は、テストステロンとは異なり、筋肉、脂肪、肝臓などの様々な組織で3ァ、ヒドロキシステロイドでヒドロゲナーゼにより非常に弱い、アンドロゲンである3ァアンドロスタンジオールに、不活性化され、 これに関連して DHT は医薬品として外因性に投与された場合、非常に貧弱な動果作用を示すことが報告されている。DHT は通常の生体機能に加えて多毛症や脱毛症などの毛髪疾患や前立腺肥大症や前立腺がんなどの前立腺疾患を含む多くのアンドロゲン依存性疾患において重要な原因となる。 DHT の構成を阻害する 5α、還元酵素阻害薬は、これらの疾患の予防及び治療に有効である。さらに、DHT は、骨格筋のアミノ酸、トランスポーターの全臓と機能に関与している、可能性がある。DHT の代謝物は、アンドロゲン受容体に依存しない、独自の生物学的活性を持つ、神経ステロイドとして作用することが知られている。 サ α ア,アンドロスタンジオールは、ガバー受容体の強力なポジティブアロステリック、調節因子であり、サンベー β アンドロスタンジオールは、エストロゲン受容体サブタイプ ERβ の強力、かつ選択的な作動薬である。これらの代謝物は、DHT、ひいてはテストステロンの中枢作用に、重要な役割を果たしていると考えられる。DHT の生物学的役割の多くは、 先天性 5α 還元酵素、通型血損症患者の研究で明らかにされている。先天性 5α 還元酵素、通型血損症は、体内での DHT の酸性を担う主要な酵素である 5α 還元酵素、通型を高度する遺伝子の機能低下変異によって、引き起こされる麻性疾患である。本称は、5α 還元酵素、 通型の酵素が欠損して機能しなくなり、体内での DHT の酸性が部分的に、しかし大半が失われることが特徴である。本章では、循環テストステロン値は、男性の正常範囲内あるいはわずかに上回るものの、DHT 値は低く、循環テストステロンと DHT の比率は大きく、上昇している。5α 還元酵素、通型欠損の遺伝的男性は、 火星両性具有、火星地ツイン部陰脳部尿道下列、そして通常は低流清層を含む女性化をもって誕生する。彼らの外性期は女性に似ており、マイクロペニス、部分的に融合していない陰心のような陰脳、そして毛単に終わる浅い膣袋を有する。男性期が目立たないため、この症状を持つ遺伝的男性は通常女児として育てられる。しかし、 思春期になると、生殖期の部分的な男性化、声変わり、典型的な男性の筋骨格系の発達、女性の思春期に見られる月経や乳房の発達などの女性化の兆候が見られないと、表現型的に男性的な二次成長が見られる。さらに、正常な性欲と自発的な勃起が発達し、通常は女性を好む性的思考を示し、ほとんど全ての漢字が、 男性の性自認を持つようになる。それにもかかわらず、5α 還元酵素通型血損症の男性はいくつかの領域で継続的な男性的未熟の兆候を示している。ギュベドッチ族と呼ばれるドミニカ人男性の比較的大きなグループでは、ヒゲがないか、まばらであった。しかし、世界の他の地域の患者では、ヒゲが、 より多く観察されたが、同じコミュニティの他の男性に比べて、ヒゲはまだ少なかった。このような結果は、アンドロゲン依存性の性毛の成長の人種的な違いを反映している可能性がある。5α 還元酵素、2型血損傷男性のアンドロゲン依存性の発毛パターンは女性型で、後期は主に液化と陰部の逆三角形に限定されている。 これまでに報告されている 5α 還元酵素、通型血損傷の症例では、生え際の一時的な抗体や男性型脱毛症は観察されていないが、これは通常10代のほとんど全ての白人男性にある、程度見られる。5α 還元酵素、通型血損傷の患者は当初、ニキビができないと報告されていたが、その後の調査で皮脂分泌が正常であり、 ニキビができることが判明した。5α 還元酵素、通型た損症の遺伝的男性では、前立腺は未発達か存在しないかのいずれかであり、もし存在したとしても、障害を通じて小さく未発達であり、触手できないままである。また、前立腺肥大症や前立腺がんは、報告されていない。本性の遺伝的男性は、 一般的に定流清掃による乏し性子症を示すが、清掃が降下した場合には、性子形成は正常であると報告されており、本性の男性が子供を産むことに成功した例も存在する。5α 還元酵素、通型血損症の遺伝的女性は男性とは異なり、表現型は正常である。しかし、この条件を持つ遺伝的男性と同様に腕や足の毛がない。 脇毛がわずかに減少する、陰毛が中程度に減少する、等、体毛の成長が抑制されている。一方で、皮脂の分泌は正常であり、これは、皮脂分泌が完全に 5α 還元酵素、I 型の制御下にあると思われることと一致している。DHT は、アンドロゲン受容体の強力なアゴニストであり、事実、この受容体の最も強力なイン性リガンドである。 DHT の AR に対する、神話性は0.25から 0.5Nm で、テストステロンの約2から3倍、副腎のアンドロゲンの15から30倍に相当する。また、DHT の AR からの乖り速度は、テストステロンの乖り速度よりも5倍遅いとされている。DHT の AR 活性化の e c 5 0は 0.13Nm で、テストステロンよりも約5倍強い。 バイオアッセでは DHT はテストステロンの2.5から10倍の効力があることが判明している。DHT の体内での排泄半減期はテストステロンの排泄半減期よりも長く、このことが両者の効力の違いの一部を説明していると考えられる。経費的に DHT とテストステロンを投与した研究では終末症半減期は それぞれ2.83時間と1.29時間と報告されている。DHT はテストステロンのような他のアンドロゲンとは異なり、アロマターゼによってエストラジオールのようなエストロゲンに変換されない。そのため DHT は AR に結合することで生じるテストステロンの作用とテストステロンがエストラジオールに変換され、その後、 エストロゲン受容体に結合して活性化することで生じる作用を区別するために研究の場で頻繁に使用されている。DHT は方向属化されないが、それでも重要な ER 親和性と活性を持つ代謝物に変換される。これらは ERβ の優勢なアゴニストである 3α ア,アンドロスタンジオールと 3β アンドロスタンジオールである。 ステロイド合成の包括的な概要。左下にアンドロゲンを示す。主要経路 DHT は5ァ還元構造によってテストステロンから不可逆的に合成される。これは生殖器、前立腺、皮膚、毛包、肝臓、脳など様々な組織で起こる。テストステロンの約5から7%が d h t にアルファ還元され、1日あたり約200から300マイクログラムの DHT が体内で合成される。ほとんどの DHT は皮膚や肝臓などの抹消組織で生成されるが、血中を循環している DHT のほとんどは特に肝臓で生成されている。生存及び前立腺は循環血中の DHT 濃度にほとんど影響を与えない。 5α 還元酵素には SRD5A1 と SRD5A2 という2つの主要なアイソフォームがあり、後者が最も生物学的に重要なアイソザイムである。また、第3の 5α 還元酵素である SRD5A3 も存在する。SRD5A には、生殖器、前立腺、副睾眼、性能、生殖器皮膚、顔面及び胸毛の毛包、 肝臓で最も高発現しており、特定の脳量域、非生殖器皮膚、毛包、清掃、腎臓では低発現である。SRD5A1 は、非生殖器皮膚、毛包、肝臓、特定の脳量域で最も高発現しており、前立腺、副抗がん、性能、生殖器皮膚、清掃、副腎、腎臓では低発現である。皮膚では、 5α 還元酵素が、皮脂腺、肝腺、表皮細胞、毛包に発現している。頭皮の毛包では、どちらのアイソザイムも発現しているが、SRD5A2 が優勢である。SRD5A2 サブタイプは、前立腺で発現する、ほぼ唯一のアイソフォームである。迂回経路特定の正常及び病的な条件下では、中間体として、テストステロンを返さないルートで、 dht が生成されることがある。この経路は、迂回経路と呼ばれている。この経路は、17α、ヒドロキシプロゲステロンフ α プレグナム -17、α オールマイナス3、20ジオンフ α プレグナンマイナス 3α、17α ジオールマイナス20オニアンドロステロン、3α アンドロスタンジオール dht という経路をたどる。この経路は、 高アンドロゲン血症の患者の臨床評価では必ずしも考慮されていない。この経路を無視すると従来のアンドロゲン性合成経路では観察された結果を十分に説明できない場合に診断上の落とし穴や混乱を招く可能性がある。DHT の血ンパク質結合率は99%以上である。男性では約0.88%の DHT が 結合せずに有利しており、閉経前の女性では約0.47から0.48%が結合していない。男性では DHT は性ホルモン結合グロブリンに49.7%アルブミンに39.2%トランスコルチンに0.22%結合するが、閉経前の女性では DHT は SHBG に78.1から78.4%、アルブミンに21.0から21.3%、CBG に0.12%結合している。妊娠後期の女性では、わずか0.07%の DHT が結合しておらず、97.8%が SHBG に結合し、2.15%がアルブミンに0.04%が CBG に結合している。DHT は、テストステロン、エストラジオール、その他のステロイドホルモンよりも SHBG に対する、親和性が高い。DHT は、肝臓や、皮膚等の肝外組織で、3α、ヒドロキシステロイドでヒドロゲナーゼと 3β、ヒドロキシステロイドでヒドロゲナーゼによって、それぞれ 3α、アンドロスタンジオールと 3β、 アンドロスタンジオールに不活化される。これらの代謝物は、それぞれ、アンドロステロンとエピアンドロステロンに変換され、グルクロン酸方号や硫酸方号を経て、血中に放出され、尿中に排泄される。DHT は、テストステロンと異なり、エストラジオールのようなエストロゲンに方向属化することができないため、エストロゲン作用の傾向はない。DHT は、 サンアルファアンドロスダンジオールやアンドロステロン等の方合体として尿中に排泄される。結成中の DHT 濃度はテストステロンの約10%であるが、前立腺では局所的に発現するオアルファ還元酵素によってテストステロンの90%以上が DHT に変換されるため DHT はテストステロンの5から10倍の濃度になる。このため、 DHT はテストステロンよりもはるかに強力なアンドロゲン受容体アゴニストであるという事実に加えて DHT は前立腺の主要なアンドロゲンであると考えられている。海外では DHT はアンドロゲンまたはアナボリックステイロイドとして医療用医薬品に配合されている。DHT は主に男性の生鮮機能低下症の治療に使用される。 医薬品として使用される場合、DHT はアンドロスタノロン、またはスタノロンと呼ばれる。医薬品である DHT の入手方法は限られており、米国及びカナダでは入手できないが、欧州の一部の国では入手可能である。DHT の製剤としては、法、または舌下に重複する錠剤、局所的に塗布するジェル、油中のエステルとして、 アンドロスタノロンプロピオン酸エステルやアンドロスタノロン、キッソー酸エステル等の注射剤がある。DHT は 5α アンドロスタンマイナス 17β オールマイナス3オンとしても知られ、C3 位にケトン元、C17β にヒドロキシ元を持つ天然のアンドロスタン系ステロイドである。テストステロンの C4 と C5 の間の二重結合が水素化された誘導体である。 DHT は1935年にアドルフ・ブーテナントラによって初めて合成された。これは同年初めに発見されたテストステロンの水素添加によって調整された。DHT は1953年にアスとして医療用に導入され、テストステロンよりも強力だがアンドロゲン活性が低いことが指摘された。DHT がナイン性物質であることが 解明されたのは1956年にラット間ホモジネート中でテストステロンから生成されることが示されてからである。さらに DHT の生物学的重要性が認識されたのは1960年代初頭 DHT が前立腺や性能などの標的組織において循環するテストステロンから 5α 還元酵素によって生成されることが判明し、 バイオアスエにおいてテストステロンよりも強力であることが判明してからである。人における DHT の生物学的機能は1974年に 5α 還元酵素2型ケ損傷が発見され、その特徴が明らかになったことでより明確になった。DHT はテストステロン、エストラジオール、プロゲステロンに続く最後に発見された主要な性ホルモンであり、 内分泌ホルモンとしてではなく、主にイントラクリン及びパラクリンホルモンとして機能する、唯一の主要な性ホルモンであるという点で、ユニークである。セカンドメッセンジャー及び転写因子などの細胞内調節因子を指す。肝臓を均一にすりつぶした、検濁液。ありがとうございます。